うん。種崎さんがまたダイキンの、うん。いくらですかって聞いてきたんですよ。で、これすごい最近型で、まだオークションで全然取引がないんですよ。ちょっと調べてみるね。あとなんかさ、こういう子あの、はっきりこう分かりにくいのだけうちに言ってくるよね。そうみたいですね。いいけど。けどこの人、でもね、いや、今のは冗談でさ、あの、結構ね、あの、うちをひいきにしてくれとおっしゃっちゃうね。あの、要するに、うち側もば、手狭やけんね。あれやったら、もう、大手のとこ行かれてくださいって言ったら、いや、あの、あれ、オタクと取引がしたいけんって言ってくれんしょうけ、いちばって、この間の、そら、いちばってさ、業務員はしっかりそうさせられとんけんさ、そうさせられとってよ、まあ、しっかり入り込まれたもんね、ほんと。ほんと。いや、私、値段さ、途中で下げたったら、ちょっとあれ、業務用やけんも、その、ほら、普通と違って取り付けてるのがさ、天井にやろうが、天井に穴開けるのあれね、もともとそのもう、新しく新築の時点で作らないかん設定やけどさ。あれなかなか売れんじゃん、そげん。で、分かっとく、それがいいことにさ、絶対言うこと聞いてくれんかったろうが、まあまあ、これけど、あと、埋め合わせは後からしますからって、これ埋め合わせのつもりだよね。この埋め合わせなのに、また穴掘り寄ったら意味がないけ、ちょっとね。サザエさんみたいな、サザエさんみたいなしちゃうよ。いくらなんでも、ね、一個ぐらい利益、一回ぐらい利益取らせてもらおうか。これ、コさん、S の後に配本があると思う。来た。来ちゃった。S22 は続けてもいいみたいで。でしょ？うん、なんかそんな気がする。うん、だけど、出てこんかったのは、そこに早い方入れようだけど。あ、結果が出てこって、結果がないって意味ね。はいはいはい。了解。やめてほしいけどね。あ、どうもどうも、お待たせしております。春町の休みです。え、これ1台ですか ?1 台。あのね、これが実はですね、新しすぎて、あの、まだ、その、あれがないんですよ。その、履歴がないんですよ。それで、一応ね、業者とかが言ってる即決価格が5万9000円とか、要するに5万9000円なら売ってもいいって言ってるんですよね。うん。それだと、その、結局入札があってて、まだそのあれですよ。まだ1万1500円とかですから、もう全然話にならないんですけど。だけ、要するに、5万円ならないでしょうね、お買い取り価格は。この感じから言ったら。うん。まあ、正直4万円ってとこじゃないでしょうか。雰囲気。雰囲気からして。うん。はい。合いますか？うん。ああ。あれ？預かりって意味？あの、もう、ですよね。うんうん。はい。もし4万円でよろしければ。はい。うん、もちろんです。すいません、いつも。うん、いや、だけん、あんま濡れん方がいいですもんね。うん。で、お急ぎでなければ天気のいい日が来ていただいた方がいいですよ。まあ、それか、まあ、ちょっとほら、まあ、店の横によく、すぐつけていただいて、濡れんごとさっと、あの、売り場の方に入れていただければ。はい。はい。じゃあ、よろしくお願いします。はーい。この人の愛想の良さは、商売なんか、それと置き込み、あの、あれなんか、詐欺師なんか、どっちか。まあ、言い方ないや。
まあ、そう、業者さんですね。